はい皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室本日はですねえ暴力団関係の事件についてお話をさせていただきますよろしくお願いしますえ事件はですね、えー、暴力団同士の抗争事件かというタイトルをつけさせていただきました実はですね本日、えー、2022年5月8日なんですが今日のですね午前2時45分頃事件は起きましたえ神戸山口組 ま、神戸山口組と言うとね、えー、ま、現在特定構想指定の暴力団になっている指定暴力団です。まあ、組長は井上国夫組長なんですが、そこのナンバー2、副組長、二代目匠組組長、入江正組長の自宅です。まあ、自宅はですね、大阪府豊中市、えー、緑ヶ丘にある自宅。 ね、自宅はですね、えー、まあ、あの、ネット等でね、見ると出てくると思うんですけどね、びっくりするぐらいの豪邸です。もう超豪邸と言ってもいいぐらい、えー、もう立派な豪邸に住まわれてるんですけども、その自宅にですね、本日、2022年5月8日日曜日、午前2時45分頃にですね、車がですね、白色の乗用車、これがですね、バックで、 もう思いっきり突っ込んでるんですね。なんで思い切っきりとお前わかるんだと見てもないのにと言われる方がいるかと思うんですが、ちょっとね、写真を出しますので、何枚かね、見ていただければわかるんですけども、もう車がね、食い込んでます。めり込んでます。しかもバックなんですね。ですからバックでそんなにスピード出るんだと思うぐらいなので、相当思い切り突っ込んだんだろうと。 いうことが言えると思います。これ実際はね、2時45分頃この事件は起きてるんですけども、この事件が発覚というか、警察官が分かったのはですね、午前4時過ぎになります。大体いい1時間2、30分してから、午前4時過ぎにですね、地元、大阪の豊中警察の警察官がパトロール中にですね、この車が突っ込んでいるのを発見した。 ですからこれ、私の想像ですけどももしかしたら当時、ですね自宅にはこの入江正組長はいなかったのかもわからないです、まあ、ただ、あれだけでかいうちなんでねどこに寝室があるんだかわかりませんのでもしかしたらただ、あれだけ突っ込めばねでっかい音がしたと思うんですけどもその被害者の入江組長の通報ではなく警察官が発見したということです。 それでですね、あの、まあのま防犯カメラを解析して、若い男1人が車から逃走しているというのが分かったそうです、それから警察官等が警らーーパトロールして、ですねこの忍着に非常によく似たものをですね、えー、まあ確保しております、名前はですね菅野義英26歳、これはですね、もともとは大阪の有名な、 あの半グレグループまあ、今現在亡くなったんですかね元半グレの元半グレのリーダー,あー元半グレの幹部ですかねあのまあ、ご存知の方もいるかと思うんですが実は兄弟がいますえ弟と共に立ち上げた半グレのグループ全盛期は100人以上いたと思いますあの名目上弟の方がリーダーとなってたようですけどもまあ、2人で立ち上げ兄貴の方も幹部 としてね活動していたようですけれども、最近はね、ちょっとあんまり名前を聞かないなという、まあ私が聞かないだけかも分かりませんけど、そういったことでした、えこのね突っ込んだ車、今現在、ブルーシートをかけられていて、アップの、ね、写真だと白色の車って分かると思うんですけども、も乗用車が突っ込んでいます、まあ、あるところからの情報なんですけども、実は名古屋ナンバー、名古屋ナンバーの乗用車だということです。 もちろん、誰の名義かは、まではね、わかっていませんが、名古屋ナンバーの乗用車。それで、先ほど話したこのね、えー、容疑者。今はね、何やってるんだということなんですけども、これね、正規の名簿に載っているわけではないと思うんですが、六代目山口組、三代目行動会。そこに、十代目稲葉地一家というね、えー、大きい組織があります。そこに、今、 下層付けしたんだだか純構成員だかちょっとそこねはっきりしないんですけどもそこの関係者としてえまあ活動してるって言っていいんですかねというふうにえ言われている人間です。ということから考えるとこれ私が知ってるぐらいですから当然ね県警の組対四課だとかもう皆さんえ知ってると思うんですけども。ということはね。構想事件 と言っても今のところね何か神戸山口組から何かがあってその返しというわけではないので、まあ、何かトラブルがあって自宅にまあ突っ込んだ突っ込んだということなんでまあ、そのね逆に今度。 神戸山口組からの返しがあるかもわかりません。返しというのはね、仕返しですね。それがあるかもわからないので、まあ、警戒しているところだろうというふうには思います。まあ、今現在、特定構想指定になっているので、事務所が使えないとかですね、あとは5人以上で集まっちゃいけないとか、もういろんなね、厳しい規制がなっている中、またこういったことが起きるとね、特定構想指定が、まあ、解除。 されることはまた伸びたねまたまだまだそういうことじゃないだろうなということは言われ言われています、まあ、神戸山口組、今現在、ですね巡航船を入れて、これ、警察庁の発表です、2022年え3月だったんですかね、巡航船を入れてね約1000名といったようなね発表がありました、えもう一度お話いします。 えー、暴力団の抗争事件かということで、ですね神戸山口組の副組長であり、二、えー、代目匠組の組長、入江忠組長の、えー、豊中市、大阪市、大阪府豊中市緑ヶ丘の自宅に、ですね、えー、5月8日日曜日午前2時45分頃白い乗用車、これね、名古屋ナンバーと言われています、その車が突っ込んだと、バックで突っ込んだと、えー、その後お、警察官により、えー、容疑者、 あのまあ、事情聴取と言われてますけど、まあ、逮捕されるだろうと思います、罪名は建造物損壊で逮捕です、建造物損壊というのはです、ね、意外と罪が重くて、5年以下の懲役なんです、まあ、器物損壊事件はね、えー、3年以下の懲役、えー、30万以下の罰金ですけれども、えー、建造物損壊はね、5年以下、まあ、暴力団でよく突っ込んだりするのはね、えーまあ、拳銃を使用して、えーまあ、窓ガラスに発砲したり。 ただそういうのだと、ですね捕まると銃刀法、拳銃の所持、あと拳銃を撃つ発射罪、当然ですけども、建造物損壊とかですね、器物損壊とかっていう罪名に問われるから、そういう拳銃を使ったことに比べると軽いんですけど、それでも5年以下の懲役になるということです、撃った方はですね6代目山口組、3代目行動会、10代目稲葉実家、これ、三次団体になります。そこの関係者 えまあ組員かどうかっていうところまではちょっと私今把握していないんですけどもというふうに言われている人間が今身柄を確保されているということになります、まあ、車からね降りていったのは逃げていったのは1名なので実行犯は1名だと思いますが他にね近くに人がいたのか誰かから言われてお前行ってやってこいと言って言われたのかそういったことはまだね何も分かっていないんですけどまあ取り調べにしてもね えいつものように黙秘だろうというふうに思います。まあこの件に関してもね、また何か新しい情報とわかりましたら配信させていただきたいと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあコメントはもちろんですけども、え何か事件の情報、えご質問、ご相談、えそういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけども、こちらまで。 ご連絡をくださいまた、ですね取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとか、ですねそういったことがあれば、そういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。